前回に続いて、県庁にビーチ、つまり海のこれからをどういうふうにしていきたいか、どういうふうにしていってくれるのかという夢を引き継いでやっていただくお話をしていただきたいと思います。サンプル中華のお店なんて3分の2が下の話なんです。で、普通の客席でつまんないなって、いろいろ何かできないかなって言ったら、海はマリンスポーツなんですよ。ガンの石。石に関しては、何も今僕は動いてないんですよ。で、新しいコンテンツなんじゃないかなって、ビーチスポーツになるんですよ。例えばビーチサッカー、ビーチバレー、ビーチテニス、ビーチマッチ。で、まあ、いろんな人が協会にこうやってして、まあ、今回いろんな研究だったんで、ビーチテニスをね、4月の11日ここでやるんですよ。ビーチテニスってね、だってボールは弾まないでしょ。弾まないですから、バドミントンを省いたみたいなんですよ。ノーバウンドで。ノーバウンドで。はい。だから本当にね、子供たちのビーチ教室も開催するし。いいですよ。だから僕がやっぱりボールを今年調べながら、ね、開催中止になったんですけど、あれ密がじゃないですか。密で楽しいわけだから、あれソーシャルディスタンスと離れてなんて、それだけそうだね。あとほら、花火ね、はい、ここで花火を見るって、私なんか東京から、お客さんとお見ました、東京でさ、ここで、そこで、ミスのバッグを見るってやつだったね。ここ最後もちょっとね、残念だね。ここは花火の実況にやってるんですよ。やっぱり、まあ、こっちがコロナっていうのがあったりとか、東京さんとかっていうのがあるんですよ。もっとさ、こう、全然協力してる。そうですね。そうですね。これ、私、悲しいよね、これ。ちょっと鎌倉の歴史あるんですか。そうなんですよ。ねえ、キリちゃんがやっぱりいて、やっぱりもっともっと盛り上げてくれる。いやいや、キリさんも一緒に盛り上げてください。いやいやいや、私はどうも、これ乾杯したいですね。乾杯です。本当にありがとうございます。なんか嬉しいな、こういうなんか乗っかって熱く熱い人がいないんだよ。いないですよ。いないでしょ。僕今年でちょっと還暦なんですよ。そんなに見るの還暦まで30代だったんですよ。はい、そうそうそう、60代。あと湘南爆走族っていう映画に出てたから、はい、あれは23歳ですね。それからこっちへ来て授業を始められたのは、34ぐらいですね。でしょ。その時なんて26年。はい、やめろよ、ね。変わらないわ。いやいや、もう私はすっかり終わる。それからさ、じゃあ、しんちゃんの例えば、ね、何をどういうふうにしていきたいか、鎌倉の飲食も含めて、なんか、海って。海が大好きなんですよ。海が好きだし、だから、今回コロナでね、いろんなこう、バスしなきゃいけない。みんなストレス溜まるじゃないですか。ストレスが一番良くないと思うんですよね。だからこうノンストレス、海に行った時はノンストレスになって、まあ、最初のこう手洗いとかそういうね、アルコール取るとか当たり前のことマスク。マスクでの仕事は僕は痛くないんですよ。熱中症になっちゃうし。そうね。はい。だからみんながもう大声で笑顔と笑いなんですよ。それを変えない僕はウイスキーをしたいし、まあ、小町もそうです。飲食もそうです。はい。だって、ここさ、もっとパンダとじゃない。やっぱり、こんな気がないから、全部もうきっちりこう旅をしてほしい。締めの一件やればいいじゃないですか。そうなんですよ。私たちの子供は海に入ると自由に走り込む配信だと思うんだけど、必ず海に入って若干日光浴もあるんだけど、例えばこの位置でいうとかで作ったりなんか汗もはい、できると、ね、すぐに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 、鎌倉のおじさんたちは毎週目から来てるんだから。
ごめん、私も飲んでる。そうそうそう。いやー、なんで、なんで、なんで、すごく楽しそうです。で、こういうところがあるって、なんとか、よろしいぜひお願いします。私、あの、他の上でジンギスカンやってるんですけど、そうそう、そっちの店舗ちょっとお休みして、ここで松井市のジンギスカンとちょっと名前を変えましてね、やっておりますんで、あと焼き鳥のアポトーチンがあるんで、ぜひ、頑張って、はい、またよろしくお願いします。ぜひぜひ、ありがとうございます。時間の2時でご予約ください。やめてよ。